こんにちは。こちらがセニョール星野さんの研究所ですか？もう確かにセニョール君のいた研究所じゃが、セニョール君の研究所というよりはわしの研究所なんじゃがの。ところで君は誰じゃ？あ、申し遅れました。僕は星野と申します。え、君もセニョール君と同じ星野君なのか。ところで何の用かの？あ、はい、忘れておりました。実はセニョールさんから手紙を預かってきたのですが。おう、あの立ち話もなんなので座らせてもらっていいですか？うん、まあ座いたまえ。はい。おお、なになに、セニョール君はまた手紙なんじゃな。博士、お元気ですか？僕は今食通の都香港に来ています。また食べ物の話題か。セニョール君らしいの。ん？そこで知り合った偶然にも僕と同じ名前の星野君と車談義で話が弾み、ぜひ僕の研究所を見てみたいというので、博士よろしくお願いいたします。相変わらずめちゃくちゃな手紙じゃの。しかも僕の研究所じゃと。はは、星野君、ここはわしの研究所で、わしがここの博士じゃぞ。よいな。はい。ところで星野君、君は一体この研究所で何がしたいんじゃ？はい、おじいさん。ちょっと待った、星野君、さっきも言ったが、わしはこの研究所の博士なんじゃよ。あ、すいません。実は僕は世界を一人で旅をして回っているのですが、どこに行っても車のない生活が考えられなくなってきているんですよね。セニョールさんの話を聞いていたら、ぜひ勉強をしたくなりまして。博士、僕をここで勉強させてください。確かにセニョール君は旅に行って留守だしの。最近一人から気にも飽きてきたし。よろしい、では面接を行うぞ。面接があるんですか？では始めるぞ。 AKB の推しメンは誰じゃ？はい、チーム K の大島優子です。合格。ありがとうございます。よろしくお願いします。では研究を始めるかの。今日は博士、ちょっと待ってください。セニョールさんから話を聞いていたので、今回指令を用意してきました。なんじゃ、指令書があるのか？はい博士、本日の指令書はこれです。なになに、エンジンオイルの添加剤について研究せよ、じゃな。はい博士、まずはこれです。そうじゃな、これがワンタイムフロンティアで、エンジンオイルに注入して超微粒子のフッ素樹脂コーティングを施し、エンジンをベストな状態に保ち、今注目のエコにも役立つんじゃな。環境を考えてもおすすめですよね。ところで博士、どのように使えば良いのでしょうか？エンジンオイル交換時に一緒に注入するだけなんじゃよ。金額もオイル代プラス1575円とお手軽なので、ぜひ試してみてはどうかの。はい、かしこまりました。エンジンをベストコンディションに保つには、ワンタイムフロンティアで決まりじゃ。